びっくりした。お久しぶりです皆様。じいちゃんはんです。今日もね、ネタカンボロ、カンボラ池。カンボラ池。カンボラ池2回目。2回目。今日はね、思いっきり前まで土地までしか行かないけど、今日はできる限り一周してみたいと思います。今日は皆さんじゃあ行きましょう。ライダースーツの例は見つかるのか。ライダースーツ。ああ、今ゼロワンやっとるで。はい。意味わかんない。じゃあむしろいないので。見に行ってるのでは。久しぶりの夜探索ですからな、なんか。探索やな、本当夜出るのも久々だな。ずっとなんかもう滋賀の昼ばっかりで。本当だよな。息が白いぞ。こんなに寒いかな。あ、本当だ、息が白い。息が白い。遊んでんじゃねえ。よいしょ。あ、びっくりした。どうした？いや、このコンクリからいきなりその土に変わって。あ、芝びちゃびちゃ。さあ、ライダースーツを探す。逆に普通にこんな場所にライダースーツの人いたら怖いんだよな、生きてる人間でも。俺も思うわ。この時点で俺らもやばい人やろ。まあ、心霊目当てって言えばどうなんだろう。夜8時に心霊目当てで来てるって言われて早すぎないって思うけど、俺多分。俺もそう思うな。だけど深夜こんなとこうろうろしたらむしろ捕まらん。大丈夫、捕まえに来る人もいないから。はい、ではね、淡々と進んで進行していきますが、もう説明することがありません。まあそうね。うん、あ、そうや、俺今日バッグ取ってんだ。そうか、なんかおかしいなって思ったらマスクしないんだ。めっちゃ喉が痛い。あなたようなんていうの耐えれてますな、喋りながらで。うわ、なんかおる。そっか、後ろから後つけられてるんだ。ライダースーツ着てんなら先陣切りなさいよ。そういうもんでもない、うん。ヘッドライト消した方がいい？飛んでないでしょ。こういうことか。あのさ、一人で納得しないでさ、教えてくれないかな。は？あの、ああそういうことか、そういうことかって言われても。今までこうやって真正面ずっと映してたやん。はい。だけどなかなか何も映らないもんで、うん、そういや後ろだなと思って後ろを映したわけ。はい。そしたらポポンって映ったよね。はい。で、またパカパカ 2,3 枚撮って前を映したら今度は前に映った。ああ、基本的に俺らの後ろをついて回ってるっていう。みたいだね。基本、俺らが。そういう説明がんなしでさ。ああ、そういうことかって一人で言われてもさ、俺も視聴者も置いてけぼりだよ。うん、なんか自分だけ気に入って待ってるだけ。あ、マスク忘れてるな。うん、大丈夫、またあれだ。NG。NG ペタペタ貼っとくから。うん、NG、得意の NG。さあ。パトカーの音か。通報されてる。かも。びっくりした。パカパカするの。なぜ怖いの。怖いな。うわ、びっくりした。どうした？いや、クモの巣すげえ張られ方してんな。頑張ったな。縦にピーンって。縦じゃねえわ、横だ。まだまだ続きますなぁ。あ、やっぱこっか。なんかすげえ音しね、ドボドボドボ。滝チックのこの音。本当にこっちも気をつけろよ。馬とか本当にありやげえ。
あ、バイクか。ボール気になってる。俺は逆に 何を気にしたんだろうと思った。違う、音すごい澄ますやろう。耳を澄ますわ。そう、耳を澄ますわ。ストラーニーってなんか冠の漫画じゃなかった。さあ、いよいよストラーニーは違うやつだな。さあ、この前はここまで終わっていました。今から2キロ30分バカみたいにまた20キロ。え、それこっちじゃないの？は？それこっち。うん。こっち何？今日さ、あそこが何の感じになったの？おう。やっぱりゼロは見に行ってるな。よいしょ。この辺いっぺおるぞ。これようこんなとこ移り尽きったよね。長い時間。まあ手すりつけなきゃいけないぐらいには人が落っこちるんでしょうな、多分。でも落っこちる人はおるでな。え、違う方向行ってるの俺ら。この道が、道がこれ。通れないぞ、これ。何？トンネルだね。ああ、なんか柵があるね。下っとる。ゆっくり、ゆっくり、下っとる。ああ、ここまで行くの？行けるとこまで。帰りめんどくせえな。まだ後ろからついてきてる系なのですか？後ろからゾクゾクするんだよな、俺は。だけどいざこうやって振り向くと消えてく。ゆっくりゆっくり消えてく。うわ、蜘蛛の巣だ。うわ。今日、今先行って。はい。なんか今日おかしいね、後ろって。こんなとこにモデル的な人連れて来られても。動いた。ふわっ。今何やった？なんか鳥がバサっていったような、なんかそんな音が。なあ、何も言えぞ。え、今何やった？やめて、マジ怖い。クマの巣。あれ？何やってる？今日は何も感じないですけど、行き止まり。え、あら、まあこんなとこに祠があった。祠？やった、集計所。ゴミを持ち帰って生き延びか。もともと汚いじゃないですか。さあ、この辺やと思ったんだけどな、俺。あー、これか、白いあの木って。そう、これだと思う。前回来た時に白い木のところが気になるって。そっか、うん、ここか。あー、まあ場所的にはなんか、いい感じだけど。なんか足引っかかった。怖いな、お前これ。何これ。まだある道。道がある。あ、本当だ。え、まだ行くの、ここどこまで行くの、これ。やっぱり昼の下見が必要だな。うん、絶対いるぞ、これ。相変わらず昼の下見なしで来ておりますって。うわ、すげえオーブだな。あ、オーブ映ってらっしゃいますか。
シャッターが切れない。うわ、近寄ってくるね、あんたら。だからそういうことかで一人で納得しないでさ。どういうことだってばよ。いや、近寄ってきてはいるんだよな。センスも。センス。ん？階段、気をつけろよ。フェンスを破らないでください。無理はしねえけどね、さすがに。階段？階段。どこに繋がってんだこれ。ここに雲の巣あるよこれ。ペペペペーン。うーじゃこじゃん。さらし動画で雲の巣はわかるのか。うん、だいぶ、だいぶ、もう倍ぐらい歩けてるぞ、この間の。いいよ、向こう行きゃ。バック取っていこう。はぁ、長えなぁ。こんなとこ選ぶでだわ。イルガ駅で定点カメラやりますか？そうですな、どぎついとこばっかり行って。ソフトにかけ。若くねえんだから。どうした？クモの巣かなんか知らんけど、すげえまとわりつくの。俺ずっとあんたの前やるからみんなそうなんだよ。まだクモの巣ここにピンと張っとるもん。そうそうそう。俺毎日ちょびって行ってんだよ。帰ろ。手で切れて。距離感がわからん。ここやっちゅう。距離感がわからん。何やってんだよお前。何受ける。何やってんだよどうね俺。何拝んどるんやと思った。ダメだな、棒持ってくるべきだな。ここ蜘蛛の巣よけ用のビビりすぎてさ。普通になんか湿っ、なまったかくなってない。そう、なんか山エリア入ってから暑くなったぞ、うん、俺たち本当に合ってる。ここ歩いてちょっと調べてみたら、キツネかタヌキに騙されてね俺ら。絶対なんか違うとこ行っとるぞ。タヌキは滋賀県でいっぱい見たからいいや、ね、俺ら違うとこ行っとるぞ。ほら絶対違うとこ行っとるって。顔のとかねえもん。もうあ、本当だ。おびっくりした、うん、あ、全然息見えなくなったな。やろう。あ、手が出てまたカットね。ちょっとやべえぞ。区切りやすいところで何をやるんだ、ね、じゃあもうこの辺りで終了。そっか、池ぐるりできないんだな。わからん。でもそっち行っても行けないですよね。行けない。霧がすごい。なんか元気で走っちゃった俺。そういえば確かに。さあ、皆さん、こっからはもう山の上だと思うんですもんで、ピンとかボケてる。また来た道に戻ります、うん、戻るか。